つわる戦いになります、はい、レベル1から5までありまして、はい、パスしたら点数は入りません。まあ、多くポイントを取った方が勝ちというゲームなんですけれども、はい、まあ、負けた方はもちろん罰ゲームはあります。5個一気にやるんですよ。一気にやるの？交代じゃなく一気にやるんで、ああ、まあ、先攻後攻をどっち取るかっていうそこも大事なんですよ。そう、じゃあ高校で。高校で、はい、罰ゲームどうします？やっぱペヤングじゃないですかね。ペヤング辛いやつ。ペヤング辛いやつ。なんで辛いの食べたいの？別に俺は食べたくないけど食べてるとこを見たい。いやいや、まあレベル1からレベル5まで、まあ、羞恥心のゲームなんで、はい、恥、男気、そういったものですから、はい、まずレベル1、近くの人に100円あげてください。これちょっと管理番号ですから、まあ高校の方はもしかしたらパスしたら100円はたらもらえますよっていう。ああ、そういうことね。おう、僕はこれパスしません。100円あげます。はい。俺これで何か買っていいんですよ。そしたら100円は渡してもらえるんだけどね。あ、そういうことか。男気ないなってなるけどね。なんでそれお前の方だろ。あ、全部一気にやんなきゃ。そうそう、一気にこれ。ああ、そっか。あ、じゃあまずこれは1回ね。そう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 。あ、そういうことね。はいはいはい。レベル2。相手のいいところを100秒間でたくさん褒めた方が勝ち。よーい、スタート。優しい。友情がある。友情があるってどういうことですか？男気がある。まあ、褒めるにはなるんじゃない？ピッチャーが強い。言葉として難しいからね。筋肉がある。つなぎが似合う。運転がうまい。スポーツ得意。コミュニケーションが女性と得意。男は違うんだね。昔褒めるの終わった。8個ですね。お前そんなに俺に褒めるとこねえのか。友情があるとか意味がわからない。ピッチャーであるとか意味がわからない。3問目。3問目。YouTube の検索履歴100個前のを見せる。これは視聴者に向けてです。レベル3です。はいはいはい。じゃあ今サトコ見せれるってこと？見せれます。96、98、99。全然面白くないわ。100個目見せれます。自分の動画でした。メイキング映像、自分の撮った YouTube に載せたやつの確認のために。それ100なの？最近出したのに。めっちゃ見てんだね。めっちゃ見てる。100個前これでした。今俺10ポイントだからね。なんで？どこが？ん？どこで？レベル2で8ポイント取ってるから。レベル4、下から100センチ目のところ写真撮影して公開する。自分の体のね。8個だろ、余裕だな。そういうのダメ。何急にどうしたの？それずるい。何がよ。俺は頭まっさらな状態でさ、いやだってやったよ。さっこらしいですね。まずなんでこんな新品のまま持ってくるかな。普通なんかついてると思うでしょ。これいるのか、これって必要ないのか。いや、それを先っちにつけるって刺すんだろ。一人で測るようだろ。なんか詰まってる。いや、やばいやばい、そうやると絡まる。逆に巻いて。こうだから。そうそう、はい、もう一回もっともっと巻いて。はい、 OK。 しょうもねえな。しょうもねえなやる。もうお前ペヤング食べたいようにしか見えないけどね。ここを見せれる。はいはい、見せました。5つ目いきますね、はい、LINE の友達上から100番目の人に電話。
レベル5です。9、9、8、9、9。やったー、待って、これで一番よし、ではできます。一番暑いでしょ。俺見てないよ、それは。見てないの、うん、電話するのはいいんだけど、あの100秒以上でも出なきゃどうするの。ゼロポイントだよね。ゼロポイントですね。忙しいんですよ。ダメでした。終わり。はい、11点です、私。はい、じゃあ斉藤選手。はい、あざす、戻ってきました、100円。そして次2個目、あ、佐渡康介のいいところ100個、いや100秒間。あ、さあここが一番勝負の、いや、ここで稼げなかったら終わるからね。うん、スタート。かっこいい、はい、痩せてる、面白い、待って待って待って、俺がだよ。かっこいい、うん、痩せてる、はい、これ全然褒められてる感ないわ、これ、うん、ディスリマイナス。足早い。あ、足早い、少なくとも俺より足早いだろ。まあね、うん、かっ、うん、こんなにかっこいいよ、面白い、面白い面白い、うん、あったね。結構むずいから、頼りになる、頼りになる俺、うん、例えば、例えば、まあそこで稼ごうとしてるだろう。いや俺頼りになるって言われた時ない。あ、そう、じゃあいいや、うん、優しい、うん、はい、筋肉質って褒めてる、うん、そう、世界勢、おい、同じだって。俺だって数えられなかったぞ。俺でも数えてあげてるから、筋肉質もそれしかないじゃないか。俺やっこじゃない、8個8個だったぞ。5だよ今。仕事頑張ってる、仕事頑張ってる、うん、熱心じゃん、仕事。何でも熱心ってことね、うん、はい、もうやべえじゃん、終わったな。自分で言ってるじゃん。はい、6個。俺無理だ、クーパーねだな。自分で何でクーパーね。 YouTube の検索履歴100個目。9、9、9、100。はい、見せれる、うん、本当に、うん、じゃあ再生してください。どうも、寿司ラーメンリクです。ドライアイス、寿司ラーメンリク。この人、俺これ初めて見たの。あ、そうなの。じゃあ4つ目、下から100センチのプリンを見せるやつ。はい、なぜこれが3番目とか4番目になるの。91個目が同じだったら面白かった。98、99、100。あ、いや電話できるけど、会社の後輩だ。あ、会社の後輩、電話できるけど。でも俺電話したって負けじゃん。電話して100秒間電話普通にできたら勝ち、電話出たら引き分け、うん、電話出れなかったら負け。待てよ、今日仕事じゃねえか。仕事だったら出るわけがねえぞこの時間。ないから出ねえべな、こっち。出なそう。出ないべな。あれ、今日仕事だっけ。休みです。あ、今日休みだった。はい、あ、ごめん、寝てた。え、はい。今何してる。今 YouTube 見てました。あ、 YouTube 見てた。はい、ちょっとさ、罰ゲームかかっていくから100秒喋らせて。はい、うん。あ、なんだっけ、あ、結婚式だ、どうだった。めちゃくちゃ緊張しました。でうまくいった。
いいよ、なんとか良かったわ。それいい、あとでいいじゃん。あと、あともうちょっとだから我慢してね。あと60秒、ごめんね。YouTube 見させろって。なんか。で、あと20秒頑張ってくれたら。困ってるから、切ってあげて、はい。切る。ダメだよ。切りな。お前言ったんだよ、100秒喋ったら。ピアングって。YouTube 見たいって。あ、じゃあ、明日仕事だよね。はい。フル？早上がり？早上がりですね。あんだ。じゃあ明日も頑張りましょう。もう 100秒ありがとう。またね。明日もっと説明するわ、細かく。はい、ごめん、ごめんね。大丈夫です。またね。はい。はーい。イエー！まさかの起死回生。俺の勝ち。さあ行くぞ。まさかこうなると思ってなかったでしょ。俺絶対電話しないと思ってたっしょ。電話しないっていうか電話出ないと思った。あ、向こうが。向こうもしかも YouTube 見てんだったら出ろよ、もっと早く。なんだよその出るか迷うの、俺のこと怖いから。いやもうなんか緊張感伝わってきた。でしょ。あ、はい、あ、はい、でしょ。何が何で呼ばれるんだよ俺ってみたいな声してた。そうそう、怖いから、俺のことめっちゃ怖いから。さっきの罰ゲーム激辛ソース、もうそれ吐いちゃってっからね。吐いちゃってるからあれ本当かどうか分かんないかもしれない、うん、激辛ソース、これを半分入れればいいの。全部だな。入れます。うわ、風もないからゴミも飛ばないし。嗅ぐな嗅ぐな。なんか混ざらないし、うまく。いただきます。バゴン。なんでその安全地帯から行くの。いや安全っていうバゴンはこんな感じでしょ。ちょっといろいろとは。いや、もういや、もう飲むの。それ飲んだらお前食えなくなるよ。あ、壊した。あ、カレー、待って、あ、危ない、あ、やだ、危な、あ、カレー、フル稼働で、え、アイテム、腹だっておかしくなったもん。まだなってる。なる予感したもん。いや、開いてないでしょ。芋辛いって言ったよ、芋痛いよって。ほら見せてあげて、どんだけかけたか。そんなにかけてない、こんな感じ。なんかかかるわ。なんでこう混ざんないのこれ。あ、カレー。そうだよ、だ入れなきゃ。全然いけねえわ。そう入れなきゃ。でも手がね、入っていかないんだよ。食べようとしてんのに、こっちがもう追いついていかない。下完全に拒絶した今。勝手にした。そうなんだ。辛っ。まだマヨネーズも言ってるから、言えなきゃなくならないんだよ。辛っ、敵化のマヨネーズみたいな雰囲気出てるわ。よりすごい出てる。涙流してくれ。シャックリじゃないでしょ、泣いてんの。まあ根性根性は YouTuber。 そんなにマヨネーズかけてる YouTuber いねえぞ。そう、頭を頭をうんってもういけるじゃん、さすが、いいぞ、かっけえぞ。どうしたの、実は辛くなかったの。うんか。だって出しすぎだもん。う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 ん。
あ、飲むのかと思った。うん、もうなくなるんじゃない。あれ。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こう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 。それではまた。よし、ね、行こう。また。